まあ、地下通路ですね。この辺も変わっちゃったから全然分かんなくなっちゃいましたね。地下通路、地下通路です。うん、いい匂いする。コーヒーの香りがする。コーヒー、何かちょっと安いのを食べてもいいんですよね。お腹減っちゃったな。北町奉行所跡ってここにありましたね。なんかインターネットで調べた鬼門とちょっと違うんですけど、ここに一応書いてありました。これですね、北町奉行所の藩、 JR 東京駅。こっちはあの八重洲口ですね。でこう線路があって、こっちが丸の内方面ですね。あと皇居、丸の内、東京駅ですね。東京駅のこっち側ですね。大手町の 方面ですね。これね、あの変わっちゃったんで若干わからないですよね。現在地がここですから結構離れてますよね、これね。ね、さっきあの駐車場の警備員さんがいましたけど、ここなんですね、これね。なんか昔はこう東京駅のこう、なんていうのかな、バスターミナルがあって、こう来てこうなってるところのこっちにこうあったんですけど、この辺はあの再開発しちゃったから場所が分からなくなっちゃったんですよね。ずいぶん離れてますよね。鬼門は何か所かあるような感じですよね。大丸デパートさんの下にもあるようなインターネットのブログがありましたから。徳川幕府の職制の一つで、寺社奉行、勘定奉行と東都、これなんて書いてあるの、これ崩してあってちょっと見えないですね。友かな、これ友、勘定奉行と共に三奉行と呼ばれていた。寺社奉行、勘定奉行、町奉行、北町奉行所ですね。町奉行所は一番地位が低いっていうような感じらしいんですけど、あの
新山の町奉行所と大岡越前の町奉行所の時は格が高かったみたいですよね。同格らしいですよね。遠山金四郎は天保11年1840年3月から3年間の間北町奉行の職にあった。北町奉行ですよ。そして今日は大番所与力同心詰所とは同心所、あそこの皇居の中の公園にありましたよね。ちょっと覗いてみますか。実際にこう建物が建っちゃってるからないんですね。ここのこれは敷地入れるかどうかちょっと微妙ですけどここですもんね。ここ駐車場の グラン東京ノースタワーさん、グラン東京ノースタワーさんですよ。入れないんじゃないかな。入れるかな。うちはここかな。こうなってこうカーブになってるからグラン東京さんのこの建物の下に引っかかっちゃってるっていう部分もありますから。桜が咲いてますよ。桜の並木、ソメイヨシノ、ソメイヨシノです。金山通りですよ。そこ曲がったとこにこう碑文があるかどうかはちょっとわからないですけど、あるかな。この辺こう建物にこう引っかかってるみたいですね。こんな感じ。あ、これ出てますね。うわ、現在地がこう来てこれがこうだからこっちのホテルのあれですね。ホテルトラストタワーさんの建物のこれが建物か。トラストタワーさんのこっちは道かな。これ向こう歩いてる人もいるんですよね。向こう歩いてる人もいるけどこう来てあれかな。あれだから特にないですよね。敷地の中です。ここが道ですね。あそこにいる人はお客さんだからあれですね。のこのこ入っていったらあれですか。フリーアブラン。この建物のところです。再開発したから結構変わりましたね。この辺に指紋もないですし、あそこの
先のところですね。指紋はあれかな。ここが石垣になってるからそれっぽいような雰囲気はありますけどね。あ、しまった。外堀の石垣だって。北町奉行所の東方には寛永13年1636年に築かれた江戸城外堀がありましたと。この部分が江戸城外堀の石垣。大きいのがそうだっていうんですね。あ、これか。これですね。もう潮見坂のところの石垣はこんな感じの小さい石で組んでありましたよね。結構これあのセメントで止めてありますけど動いちゃうんで。じゃあ行きますか。何十年ぶりに大山の金さんの北町奉行所、あと30年ぶりぐらいかな、22、23の頃です、ね、来ましたけど、全然環境が違いますよね。区画整理じゃなくて再開発しちゃったから全然違いません。桜の並木がちょっとだけこうありますけど、桜並木。ラストシティさんのホテルさんの敷地だからかぶってますよっていうことですね。場所変わっちゃったから大きいホテルですね。大きい高層ビルです。あ、大丸さんもこれなんだ。大丸さんってこんな格好じゃなかったの。知らなかった。これ向こうかなと思って。大丸さんの形が変わっちゃったから全然分かんなかった。これ大丸さんだった。なんかこの下あたりにもあるような、あれ、まあ、とりあえずここに大丸さんの下にこの鬼門はありますよっていう。そうですね。じゃあ北町奉行所は終わります。
められてます。ハンダール Z を、ハンダール Z を見られてます。この格好よりもドカジャンで着てた方がもっと恥ずかしいし、ドカジャン、汚いドカジャン着て東京の街中歩いちゃってますからね。地下街行きますか。東京駅一番街地下行ってみます。はい、東京駅一番街。お腹空いちゃったな。よいしょ。東京キャラクターストリート、クレヨンしんちゃんアイス売ってるかな。チョコビアイス、コビアイス売ってる。いやー、うまそうだな。すごい、すごい混んでる。なんだろうこれ。すごい混み込みです。すごい混んでる。すごい混んでます。なんだこれはっていう状態で混んでます。ちょっと一回止めましょう。1800円です。2800円。すごい混んでるな。なんだろう、すごい混んでる。